福井平野桃園断層帯、福井平野桃園断層帯は、福井平野の東部から、日本海沿岸にかけて分布する活断層帯である。福井平野桃園断層帯は、福井平野桃園断層帯主部と、福井平野桃園断層帯西部からなる。福井平野桃園断層帯主部は、石川県加賀市沖合の海域から、福井県河原市、堺市及び、吉田郡永平寺町を経て、 福井市まで、おおむね南北に伸びる、断層帯である。長さは、約45キロメートルで、左横ずれかつ東側隆りの逆断層である。福井平野東園断層帯西部は、1948年に、起きた福井地震の震源断層の主断層で、福井県堺市沖合の海域から、あわら市、堺市を経て、福井市まで、おおむね北北西南南東に伸びる断層である。 長さは約3 3トルで、左横ずれが卓越し、中部から北部では東側流気成分、南部では西側流気成分を伴う。福井平野東園断層対処部の平均的な上下方向のずれの速度は0 1 0 3メートル、千年程度の可能性がある。最新活動時期は約3400年前以後、 約2900年前以前であったと推定され、平均活動間隔は約6301万年であった可能性がある。福井平野東円断層帯西部の平均的な上下方向のずれの速度は0.10.2メートル、1000年程度の可能性がある。本断層帯は1948年の福井地震の際に活動した。その際、本断層帯に沿って、 最大2メートル程度の左横ずれと最大0.9メートル程度の東側隆起が生じたと推定される。福井平野東園断層対主部では全体が一つの活動区間として活動する場合、マグニチュード7.6程度の地震が発生する可能性がある。また、その際のずれの量は、左横ずれ成分及び東側隆起の 上下成分の総和で3、4メートル程度となる可能性がある。福井平野東園断層体西部では全体が一つの活動区間として活動する場合、マグニチュード7.1程度の地震が発生すると推定される。また、その際の左横ずれの量は2メートル程度と推定される。本断層体では平均活動間隔が不明であるため、 将来このような地震が発生する長期確率を求めることはできない。ただし、本断層帯の最新活動が1948年の福井地震であったことを考慮すると、日本の主な活断層の平均的な活動感覚と比べて非常に短い時間しか経過していないことから、本断層帯でごく近い将来に今回評価したような地震が発生する可能性は、 低いと考えられる。ありがとうございます。